こんばんは、平井博明です。今回リクエスト動画ですね、今現在のクラブセッティングを教えてくださいっていうリクエストがあったんで、クラブセッティングをやりたいと思います。いいですね、 いいですね。ギアはやっぱいいですね。平井博明のワンナップゴルフ。まずはドライバーからですかね。 ZX7 9.5 度です。シャフトはこれ黄色いのになってる。そう、 MJ の 5X マイケル・ジャクソンにしたんだ。そう、マイケル・ジャクソンにして、これ感じいいですよ。すごい飛んでるし、フィーリングいいっす。何を知りたいかだね何を知りたいか、打った感想とかそういうのはいいのかな、本人次第だもんね。いいから使ってるからいいですっていう感じになっちゃうから。え、じゃあ感想言ってけば。あ、いいですこれどういい、あの、まあヘッドはずっとあの使ってるやつだから、うん、打感もいいし音もいいし、飛ぶ、これは飛びます、すごいいい。でシャフト TP の 5S だったんだけど、うん、やっぱりねコース行って叩いた時にちょっと張りが欲しくて、でタケちゃんにやっぱ X の方がいいんじゃないって言われて X にしたの。そっか、 S だったもんね、うん、そう、男は X になっちゃったなついに、ね、ついに。あんまりやりたくなかったんだけど。あ、そうなんだ。そう、楽したいからウエイト落としたのに硬くしたの。そう、それはねちょっとシャフトが負ける感じがあったんでね、インパクトで。そうだから X にして、ちょっと今試しにね、また S に戻すかもしれないし、今のところはこの黒黄色の MJ5X にしてます。これがドライバーです。操作性がねすごいいいの、楽。3番ウッド。あ、それもマイケル・ジャクソン。うん、マイケル・ジャクソン3兄弟。これは ZF785。これ3番ウッドですね。これは MJ の 6X。 あ、ドライバー長さとか言ってないね。ドライバーはバランス D2 にしました。でシャフトは 45.25、 ちょっと長めにして、で3番ウッドは 42.75 インチのバランス D2 で 6X ね、 MJ。 これはね、何がいいとか何が悪いとかがないのがいい。ああ、そう、なんか普通。あれじゃないんだ、そういえばスプーン白そう、黒です今これいい、いいっす、いいっす。まあ、クリークも一緒、これの同じシリーズのシャフトが 7X、 そう、これね。5番ウッド。これは 41.75、 42インチかな、42にしたのかな、42インチの D2。 そう、これもねすごいいい感じが、あの球も浮くし、まあ普通に飛距離も出るし、すごくいいね。ユーティリティ3番です。これはね H45 スリクソン。これ長い、めちゃくちゃ長い、このヘッド。もう使ってんの、うん、ずっと使ってる。でシャフトは UT85X 40インチバランス D2。 いいね、これはね、これも操作性がすごく良くて、球も浮いてくれるんだけど意外と球も強い。これはねすごい気に入って、なんかこれだけずっと買えないね。あ、そう、うん、ずっと入れてるこれは。でアイアンが ZTX なんなのそれは。これね2011年モデル。古いんだ。そう、ずっとこれなの。うん、あ、ずっとじゃない、去年の年末から。あ、そう、あ、この前じゃん。この前、この前からね ZTX 2050年モデル、うん、OK、うん、そうで、シャフトはねいつもの P13 です。いいよね、うん、いいです、このシャフト本当いいです。あれ、それダブルなんだっけ。ダブルです。トル君はもうキックまで言わなくなりました、ね、もう慣れちゃったんでそう、これいいよ。これはね5番アイアンで 37.75 インチ合わせの D2。 いいね。なんでこのヘッドにしたかっていうことですよね、多分。僕ね、あの山形ソールがダメなんです。こう山になってるのがなんかシュパンって切りたいんだよね、芝を。だからこうスパってなってた方がいい。でも今ねもう1セットシャフト交換出してて、もうすぐ出来上がれると思うんですけど、すげえいいクラブが出来上がります。でその間にやっぱり音と打感がやっぱね、この ZTX ってめちゃくちゃいいのよ。これ2代目の ZTX なんだけど、そうで1代目でプロテスト受かったの。あ、そうで、そのテスト受かって、で翌年かその次の年かなかなんかに作ってもらったんだけど、ダンロップさんの方に。でこれはすげえいい、うん、いいクラブだなこれは。でこれ4番アイアンからピッチングまで入ってます。でウエッジが52度、でプレシジョンフォージド S、
CG17 なんだけどそうそう、これはロフト52のままで使ってます。これはね 35.25 インチでバランス D2、 今まで D1 だったんだけどね、そう D2 にして、なんかねコース行って行った時にね、ちょっとシャフトのしなり感とボールへのパンチ力が欲しくて、自分の押した感じよりもちょっと軽い感じでボールに入ってくるのが嫌でちょっと重くしたの。でそれが良かったから、でこれが58度、58度の同じくプレシジョンフォージド、これもロフト58度のまま使ってて、ノーメッキー、これも CG17 ですね。これはね35インチでバランスが D1、 あそれ D1、 そう1個軽くしてる。激スピンですよこれ。でアイアン4番アイアンからサンドウェッジ58度までは全部シャフトは P13 です、うん、いいクラブだよね本当に。でパターンがオデッセイのトゥーロンですね、いつものだ。そう、まあ、トゥーロン、トゥーロン、うん、あれ綺麗だ、こんな感じ、うん綺麗だね。あそれはあれプラスチックになっちゃってるやつじゃない、クリップ、そうそうそう、これは違う、あ違うやつね、うん、プラスチックになっちゃってるやつは、うん、ブラックシリーズってやつ、これサンプロト、あれそれサンプロト、そう、あそれ、あの見えないプロトってやつ、あ見えないのもだから、ね、意味ないプロト、見えないよ、だからさ作ってもらったのにさ見えなくなっちゃってるから、そうそうそう、ちょっと軽かったんだよね。あでもそれ結局そういう風にしたら、うん、よかったんだ、いい、あそう、いい音と打感最高、あそうなの、最高。で最近ちょっとお試しで、前まで Z スターだったんだけど、うん、今最近 Z スター XV の方使ってんのよ、硬い方、うん、したらねなんかね音がすげえ良くてカチッて、いい顔がねこんな感じです。すごい美顔、うん、やっぱこう座りもいいし、なんかめちゃくちゃいいねこれ。まあセッティングはこんな感じですかね。春ぐらいになったら多分またクラブセッティングは変わると思う。あ結構ね、それって季節で変わるのそういうわけじゃなくて、今それしか楽しみがないからそう試合に出るわけでもないし、あ、うん、なんかいろいろ自分の本当にいいものをどんどん見つけていきたいなと思って、うんうん、で楽していいスコアで回りたいセッティングにしていきたいから。あそうなんだ。そう、それは具体的にどうしたら楽できるか、ね、これはね6万5000円だけで言う、うん、そうせっかくだしねそっか、やっぱり自分が振りたいヘッドスピードがあるでしょ、これぐらい曲がってもいいから理想のヘッドスピードはあるじゃん、うん、そこに適正な重さ硬さとか一応あるとするじゃない、うん、したらそれのワンランク下ぐらいがやっぱ一番気持ちいい、一番楽ができて気持ちいい。例えばそれが 60g の X だったら 60g の S とか 50g の X とか1個下を使うと、頑張んなくていいんだけどしっかり感を残しても全然球は影響ないよっていうセッティング。そうだからアイアンだったら今使ってんのが 120g とかだったら 110g とか 105g とかの S とかで、まあアイアンはフレックスあんま変えない方がいいから、今のフレックスのままウェイトだけ落としてあげるとすごい楽に感じるし、そういうセッティングにするだけでゴルフが楽になるしね、うん、それはすごい大事だね。スコアも変わんないんだ、うん、変わらない、うん、良くなることの方が多いんじゃないかな。 あと飛距離も意外と出たりね、楽するとやっぱ振れるから振ったりするし、それに耐えられるクラブセッティングの中の一番優しいやつにしてるから、だから意外と距離はポンと出たりするしね。あとロフトもそんな辛いロフト使わないで、ちょっと寝てるかなっていうぐらいので、ちょっと高いかなと思うぐらいの弾道打ってた方が飛距離も出るし、全然その辺は楽した方がいいよ。じゃあ上がらないクラブを上げるより上がるクラブを抑える方が簡単だよ。簡単簡単簡単そういうことか。そう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 、だからロフトはね上げに行かないロフトを使った方がいいよね、うん、それは全クラブね。上げに行くのはロフトだから、ウェッジとかもね、ボールなんかもボール置くポジションなんかも上げるときは左置くのかとかよく聞かれるけど、左置いたら体で上げ行くから、上げるのはロフトだから、だから自分は変わらないようにロフトで上げてあげるだけっていうイメージを持った方がいいね。自分で上げたらもう事件は起こるから。で球上がんないよって悩んでる人はロフト変えたらいい。ロフト変えた方がいい、ロフト変えた方がいい、うん、あそういうこと。そうだから 10.5 11.5 で上がんないんだったら率先して12度使った方がいい。12度で自分の好きなシャフト入れたらこうはなんないから。でも言っても俺現役の時、現役っていう言い方もあれだけど、あの試合出てた時に 44.5 の L シャフトレディースでロフト12度の女性のクラブ打って全然280とか言ってたからね。あそう
そう。そう、だからそれで吹けるってことはない。ないんだ、それは。ない。しかもその時ヘッドスピード48とか49とかだったけど。めくれないの？全然めくれない、めくれない。それがあって、これだけ大胆に、そのこの間までのセッティングまで落とせたから。変わんないんだって。こうなんないんだって。まあ動画でもね、やってるけど、全然落ちないなってことが分かって、こんな球出ないし、今のボールとクラブじゃ。そうなんです。そこまでやってもなんないんじゃ、なんないんだね。なんないなんない。その時しかも打ったの本間なんだけど、本間のクラブ打ったんだけど、全然吹き上がり全然一向にしない。っていうか俺自分のクラブよりいい球だったそうだから、しかもコースだからね。あ、そうコースの力感で打ってるから、練習場じゃないから。はいはいはい、はい、うん、びっくりしたもん俺だって。自分が一番びっくりした。自分が一番びっくりした。それで 6X から 5S まで2ランクも迷いなく落とせたの。やっぱそれでも変わんなかったんだ。じゃあそう、それでアイアンもそうしたいなと思って、うん、ひろゆきに 85g の S か 75g の S のアイアンのシャフトをお願いしますっつって頼んだら、うん、いやいやそれはやりすぎだよ、 95X 入れといたからっつって 95X 入れて勝手に、そう、それが YouTube 始めた時のあのシャフト。ああ、オレンジの。そうだから硬いんだっつってんのっつってだから意味がないでしょっつったの。そう、いやいややりすぎだよそれはっつって。あれだね、勝手にそう勝手にスペック決められたから。そうだから、それじゃ変える意味ないでしょって言ったの。なるほどね。そう、そういう意図があってあれになってたのね。そう、本当あの時にはもう一回も変えないように、うん、本当に柔らかくて、うん、いつ打っても本当に当たるシャフトに入れたかったの。うん、もうカッチカチ無理だよっつって、もう戻ってきてるみたいな。うん、早くないっつっていやどうもっつってなってただそれ、そういうのがやっぱあって、だからまあ本当にどこまで楽するかだけど、でもそんなにハードなクラブ使う必要もないし、ちょっとやりすぎかなっていうクラブを一回試打してみた方がいいかもね。あ、うん、衝撃的な事実が。だって俺そのドライブスターヤマハのアイアン打った時も、今 118g の X のアイアンシャフト使ってるけど、そのお客様のクラブは 850neo の R だから、シャフト。そんなに30g ぐらい違うってこと？そう、それで全然7番で210とか吹き上がらず飛ぶから。楽なのやっぱり。楽楽楽。210じゃない、180だ、180、うん、めっちゃくちゃ楽だけど、その7番やもうこうはいかないから。普通の綺麗な弾道だから。だから俺あの動画ですごいって。そうそうそう、だからもうシャフトも良くなってるし、うん、ヘッドも良くなってるし。そんな中今何年のアイアン使ってたっけ？2011年。何年？12年前だよね。そう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 。嘘、一回り下ですよ。うん、ね。何それ、ドライブスターにしよう次から。でもね、ピッチングの下がね開いちゃうんだよね。だからウェッジ3本セッティングっていう流行りになっちゃうんだよね。なっちゃうの？俺はあんま乗りたくないんだよ。ストロークに乗るもんね。登録いいって言われたらすぐだもんね。そうだから、なるべくウェッジは2本で行きたいんだよね。ああ、なるほどね。そういうのもあるんだね。そう、でも本気で良かったと思った。でも本当にそれより新しいスリクソンめっちゃくちゃいい。あ、そうなの？いい、あれは本当にいいと思う。今年のね、今年のっていうか2022年モデルか、出たばっかのやつはとにかくドライバーがこの ZX7 より飛んだ。マーク2ってやつね。マーク2ね、うん、あれはいい。アイアンなんかは前の ZX7 と何ら顔とかは変わんないんだけど、うん、まあ打感最高だよね。よかったな。自分2011年使ってんだよね。でもそう、その理由言っていい？インパクト音これに勝てないから。あ、そうなんだ。あ、一番いい音になるからね俺は。ああ、それで決めてんだ。そう、もうね、なんだろう、音で勝負するしかない空振りしてもギターみたいな話してるね。あ、間違いない間違いない。どこまで鳴るかだから鳴りがいいの。鳴りがいいやつ。もうやばいね。そうだからインパクト音だな。ほんといい、顔もいいしね。で、あのピッチング9番がちっちゃい顔が俺ダメなのね。でこれでかいのだからいい、すごい。あんまり小顔が好きじゃないんだよね。いろいろ理由があってこれに戻して、でもまたあのマッスルバックに戻る。あ、そう、うん、それまた組んだら紹介できればと思いますんで。で今回は現在のセッティングですね、リクエスト動画として撮らせていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。